今回は女性が似合うメガネの選び方をプロが解説。 GB ガファストデコラのプレス牛畑さんとあやちゃんに女性が似合うメガネ選びのポイントをお聞きします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。女性がメガネを選ぶときに気にしたらいいポイントとかありますでしょうか。まあ、一つこうサイズ選びの目安というか物差しになるものとして、あの瞳孔の目と目の間の距離にメガネのサイズをこう合わせていく、はい、まあ、この動画でもすごく人気の動画だと思うんですけど、すね、改めてちょっと教えてもらっていいですか。メガネにはまあサイズがあって、ティンプルの横に大体書いてあって、これだと46で四角22というふうに書いてあるんですけど、これだとレンズが46でグリッジのこの幅が22、その数値をこう足した数値っていうのがあのフレーム PD といってメガネのこうサイズを表すんです。これだと足してフレーム PD で68、の瞳孔間距離って言って、はい、PD ってこう表記される数値があるんですけど、はい、その場合は瞳孔と瞳孔の距離が68のものを選ぶと、ちょうどこのレンズの幅に対して黒目が真ん中に来るっていう計算になるんです。なのでその前後の数値を選ぶと割と収まりやすいっていうのはまあ基本的な知識としてあるんですけど、あーちゃんと PD とかして PD は60です。だいぶちっちゃいっすね。そうだからこのぐらいの小さい顔で瞳孔の距離も短い、60って結構短いんです、はい、女性の場合はだいたい62とかが平均なんですけど、男性で64ぐらいなんです、うん、だからそれを考えるとすごい小さめの方なんですね、はい、フレーム PD60 のメガネはほとんどないんです、はい、ああそうですね。あやちゃんが PD60 だったら、まあ、ほぼほぼ似合うメガネってないわけですよね。そうなんですよね。こう実際60のメガネってもうキッズレベルのサイズになってしまうので、ですよね。実際店頭で女性向きなサイズかなっていうのでよくあるサイズ感だと67前後ぐらいまでは全然あるので、あ、じゃあそれはそれでこれでいい、そうですね、はい、まあ、目の位置に対してちょっと大きいサイズとあの、まあ、ジャストぐらいのものっていうのでかけ比べてもらいます、はい、これが48と22なんで70大きいっすね、確かに、うん、あやちゃんの場合はこう目の位置っていうのがこのレンズに対してちょっと内に入る感じですね、はい、うん、そうですね、この余白が多くなります、はい、これが44と22、まあ、66ですね。まあまあ全然普通に、はい、まあジャスト目の位置に対してはこのサイズ感だと収まりが割といいかなと思います、はい、極端に内に来ないですね、まあ、自然なサイズ感ですね。でも65とか6とかだと普通にこう収まりがいいメガネになると思うんですけど、レンズが43でブリッジが22、うん、そんな全然違和感ないですか。なんか普通に収まるというか、うん、意外とドンピシャなサイズかけても小さく見えるっていうこともあるので、顔小さいかなって、ね、そうですね、うん、まあ、ブリッジは18から22あたりで選ばれると、はい、まあ、収まりいいかなと。ブリッジが短めがいいんですね。そうですね、ちょっと短めのものの方が、うんうん、ドンとこないというか、あとは、色によってもだいぶ印象が違うので、まあ、濃い色と薄い色をちょっと2つかけてもらおうかな。薄い方がいいですか、まあ、人気の、はい、クラウンパンダなんですけど、気持ちこうゆったりしたサイズなんですね、うん、でもこういう薄いこうクリア系のフレームだとこうあまり主張が強くないので自然と馴染むというか、そうですね、少々オーバーサイズでも馴染みやすいっていうのがあります、うん、黒だってもう少しこう横の肌感がこう強調されてくるというか、うん、メガネ感も強調されますよね。そうですね。これは女性はどっちを選びがちとかあるんですか。今はまあでもやっぱり黒がすごく人気があるので、うんうん、しっかりラインが出る方を選ぶ方の方が多いかな、うん、そうです。あーちゃんどっちが好きですか。私どっちも好きなんですけど、やっぱりなんか黒の方がなんかしまっ顔が引き締まって見えるかなっていうのがあります。気を使った発言してるのに黒に合わせてもらう、本当ですか。なんか本当になんか
多分こうよりこう女性の方にちょっと小さく見せたいとか、うん、結構なんか小顔に見えるように。あ、はいはい、で次にこう小顔効果を、まあ、出すためにちょっと大きめのものを2点かけてみてもらって、ちょっと丸がベースのちょっと大きめ、はい、うん、本当に大きいですねこれは、うんうん、ただこう丸よりもよりこうスクエアっぽい形の方がそういう効果は大きくなるのかな、はい、サイズ感はこれさっきとあまり変わらないんですけど、はい、ブリッジをこうちょっと狭めなんですね、はい、でも幅感があってここにこう何ていうんでしょう、ラインがこう広がるんで、はい、よりこうこの辺のラインが細く見えますね、はい、なんかもともと顔はちっちゃいからあれから難しいところで、セオリーとしては何ですかね、顔よりちょっと大きめのものを選ぶってことなんですね、うん、そうですね、顔よりこう顔の、まあ、眼福っていって顔の幅よりも少し広く、はい、うん、そうすることでメガネのその大きさと顔のバランスで顔はちっちゃく見えるってことですね。そうですね、しかもその時はちょっとラインはしっかり見えるものじゃないとその効果が出にくい。お前とってそうですね、今度もうちょい顔の大きい人を使ってきて小さい人が小さい人が難しいですね。女性だったらレンズの厚みとか気になる方も多いんじゃないですか。そうですね、やっぱりコンタクト普段していて、もうドキンガンだからメガネあんましたくないみたいな方もいるんで、はい、うん、それとなんかありますね、選び方って。そうですね、まあ極力小さめのレンズ選ばれるといいかなと思います、まあ、スクエア系のものよりも丸めのものがレンズの厚みが一番出にくいんですね。中心から離れれば離れるほどレンズは分厚くなる。そうですね、まあ、そこはすごく意識されると薄く仕上がるとは思います、はい、なんかおすすめの形とか、まあ、形的にはこういう丸みのあるもの、メタルフレームだったらインナーセルって言って内側にこうプラスチックが入ってるものとかだったら、はい、まあ、よりこうレンズの厚みもカバーしやすいですし。確かに結構女性は多いですよね、その目が小さくなるとか眼鏡かけて。そうですね、それは結構悩みとしてはよく聞きますね。曇りの丸っぽいメガネとかがいいもんですね。そうですね、一番そのレンズの厚みは薄くできるのと目が小さくなってしまう効果っていうのも最小限にできると思います。あ、他あります？形ってこれもちっちゃめですね。そうですね、これもだいぶ小さめのメガネですね、うん、UMP でこれで65なんでだいぶ小さめです。あやちゃん目いいんですか？目はすごくいいです。なのであんまりそのレンズの厚みは気にせず買いますけど、いいですね、やっぱりサイズ感は結構気をつけてます、うん、レンズ の、 その性能差っていうのもあるので、うん、ああ、まあそうですね、はい、まあここはコストがかかる部分なんですけど、うん、いい設計で、うん、歪みの少ないものっていうのを使うと、うん、見栄えも良くなってます、はい、女性だったら、まあ、化粧もしたりして鼻にね、メガネがぶつけたくない、そういう人もいるんじゃないですか。あ、そうですね、ノーズパッドの素材なんかも、まあ、シリコンみたいなちょっと柔らかめのものをこう使うと鼻に対する負担というのはかなり少ないので、はい、もともとフレームの重量自体もすごいこれは軽いものであるんですけど、軽いですか？すごい軽いです。なんかやっぱり、まあ、皆さん気にすると思うので、その鼻パッドの後とか、そうですね、このぐらいだと、うん、ほぼほぼつかないんじゃないかなと。確かに。これはデコラの方ですごい人気があるスパークエスパスっていうブランドなんですけど、これも、はい、シリコンのパッドを使ってて、うん、フィット感がすごく柔らかいんですね。そう、似合ってますね、これ。すごい軽いです。軽いです。この構造自体もベータチタンのこうバネ性が結構軽くて、うん、お仕事でとか、うん、PC の時間長くてみたいな方が、うん、室内中心に使う方とかも、うん、デザイン。あやちゃんはエスパスかけてるの？レアショット。レアですね。ちょっとメンズなイメージは、ブラン的にあるかもしれない、うん。ね、そうですね。実際リピーターは女性の方すごい多いです。ああ。どうですか？かけ心地。かけ心地は、かなりこう軽さがあるので、すごくいいのと、やっぱりパッドがシリコンだと、うん、なんかストレスなくかけられます。結構やっぱり鼻の跡がつかないものがいいっていう方も多いんですけど、やっぱり眼鏡は鼻と耳で支えるものなんで、つかなくするっていうのは難しいんですけど、こういうシリコン使ったりとか、こう鼻に
こう設置する面積がこうちょっと大きめのものだと痛くなりにくかったりっていうのは、はい、最後に女性用メガネの選び方のまとめというかなんかあります。何を気にされてるかっていうのをまずちょっとヒアリングをしっかりすることなんですけど、なので店員さんにこうどこで困ってるのかっていうのをしっかりこう伝えていただいて、それに対するノウハウってやっぱりメガネ屋さんいっぱい持ってると、例えばこう顔小さく見せたいっていう時にはサイズを気にしたらいいと思いますし、鼻の跡かってなったら機能的なところも選べますし、あとはどうすか、なんか感想とかその選び方なんです。まあ、でも最低限そのサイズを PD とかをしっかり見るっていうことも大事だと思うんですけど、やっぱりかけたいものをやっぱりかけられるように、こうある程度のサイズは気にしながらいろいろ好きなデザインとかサイズ感をかけてほしいなと思います。確かにいいですね、非常に女性らしいコメントです。結構ね、なんかノウハウのものってそれにちょっとこう洗脳されてしまう、まあ、そうしないとダメなんですかみたいな考え方になっちゃいますけど、はい、そうじゃない、あ、わかりましたね、はい、チャンネル登録もぜひ。